このパタゴニアのバギーズショーツにそっくりなんやけども自分に似合う色絶対あるんですよ。あんまみんな目つけへんねんけど、僕結構毎年おすすめですよ言うている。はい、本日ですね、僕が持っているメンズのショーツパンツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、全部持ってるのこちらずっと並べたんですけども、22着ございました。でこれをね今からダーッと履いていって、サイズがどうやとかどうのこうの言いたいんやけど、まあ、有名なブランドって有名なパンツもあるんですけど、実は今年から始まったパンツなんかもあったりするので、まあ、その辺をね皆さんにゆっくり見ていただければなと思いますので、やっぱ色が違うと同じアイテムといえども全然違うんですよ。でなんでお前そんなうさんくさい格好して喋ってのというと、まあ、夏仕様にしようかなと思ったんで、この夏仕様でお届けしますのでよろしくお願いいたします。ではまず一番最初何いくかというと、やっぱりノーセンスからいきましょう。ノーセンスのバーサタイルショーツというパンツがありまして、こちらなんですけど、まずは履いていきましょう。はい、とまあこんな感じですね。身長178センチ、69キロで、サイズ L サイズで着用しております。まあ多分今ちょっとまだ見慣れてないじゃないですか。夏じゃないかったからずっとこの丈の短いのがちょっと気になったりするんやけども、まあ、見慣れてくるとこういう人もちょっと出てくるかなと思いますが、 L サイズですね。でちなみに色違いもあります。これインディゴバージョンということで、まあ、一応色違いっていうか、まあ、ちょっと生地が違うということでね、これもちょっと着用してみたいなと思います。ちなみにこのバーサタイルショーツで確か6000円とかぐらいやったかなと思うんですけど、今年ちょっと値上がりするかどうかは知りません。こっち履きますね。はい、とまあいかがでしょうか。やっぱり色が違うだけでね雰囲気ちょっと変わりますよね。サイズは全く同じで形も全く同じなんですけど、こちらノースレスのバーサタイルショーツということになってました。 XL もねもっとあったはずなんやけども、どっか今誰かに貸してるかなんかで今ないです。また手元戻っていたら紹介しますけどね、ないということで。で次行きましょう。次はね、人気ブランドアークテリクスですね。アークテリクスの、ショーツも実はあるんですよ。でこれどっちかっていうと待ち履きっていうよりかはトレーニングとかに向いてるんかなっていうようなね、ストレッチ感のあるような素材とか使われてるので、これちょっと伸びるんですよね。ただこのノースレスの方は全く伸びないので、ちょっとまあ一回履いてみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。まあ、丈が長くなった分で安心はするんやけど、スタイルがちょっと悪くは見えますよね。どう見てもね足がちょっと短く見えちゃったりするんですけども、まあこれはめちゃくちゃ動きやすいかなと思いますけどもね、そういったアークテリクスのこのパンツですね、詳細は多分下に貼ってあると思いますので、僕ちょっとアイテムは覚えてないんですけども、そういったパンツと。で次がですね何かと申しますと、次はねこれも結構いいですよ。ワイルドスイングス、あんまみんな目つけへんねんけど、僕結構毎年おすすめですよ言うているパンツなんですけど、特にトレーニングとか部屋着としておすすめです。これ僕ね去年気に入りすぎて、もう一個柄のやつ買ったんですけど、それはもうプライベートで履くから今ここにないんですけどね、こういったパンツもねあります。ストレッチが効いててね、これも動きやすいからこう部屋とかでゆっくりしたい時とかにいいんですよ。まあ、たださっきと同様ちょっと膝がちょっと長めやから、まあ、これはこれで安心できるスタイルなんですけども、少し普通なスタイルになっちゃったというか、別に足も長くもないし短くもないしということでね、僕以上もともと足長いでやらせてもらってるんですよ。だけどまあちょっとこれだったら足長い系ではならないけど、まあ、そんなことですね。で次はちょっとガラッと趣向を変えましょう。今年からおそらく出たと思うんですけども、実はナンガからもショートパンツ出たんですよ。でこのナンガってねダウンとかで有名なナンガですけど、これからもね実はショートパンツ出て、まあ見るからにこういうリップストップナイロンの生地感が使われておりまして、もう焚き火シリーズなんでキャンプとかしてる時とかでもね対応できるショートパンツですね。はい、とまあいかがでしょうか。まあこの時は上ブラックとかの方がいいかもしれんけども、まあ、ショーツ的にはこんな感じですね。でサイズはこれが M サイズなんで、まあ、一番丈感的にも安心できるんじゃないですか。 L 行くとちょっと横にこうガッと広がってたんで、僕の場合は M サイズでちょうどなんですけど、まあ、一応焚き火シリーズでねほんまにキャンプとかに向いてるとは思うんですけども、ただ焚き火しててここにもし火の粉来ても燃えないのはいいんやけど、すね毛は完全燃えますよ。もうだからすね毛はボーボーになってチリチリになっていきますけども、すね毛以外は守れると思ってください。だから太ももは安心していただいたり、ジュニアの方も安心はできるんだけど、すね毛に関してはもう完全に燃えちゃうよと。すね毛焚き火シリーズの人いてます？言えないですよね。そんな人いてたらまた声かけてほしいんですけど、すね毛を焚き火仕様にしましたよっていう人ね。だからまあそれはまた教えてほしいんですけど、そういったなんかからもねショーツが出てると。でそれ以外にやったら釣りメーカーですね、アブガルシアっていうね、僕も去年知ったばっかりなんだけども、でこのアブガルシアっていうブランドからもショーツが出てて、これは釣りメーカーらしいんですけども、ポケットがめっちゃあるんですよ。なのでね普通ってショーツってここぐらいしかないんですよ。メンズのショーツのアウトドアのパンツってここぐらいしかないけど、やっぱこういう横側にもねポケットがちゃんと作られてたりだとか、あともちろん後ろもね、このジップ付きであったりするので、落としたアカンモンとか、ここに入れといたりするっていうことができるんですけど、まあもちろん入れれば入れる分だけ横に広がってくるので、なんていうの、夏休みの少年館みたいな、少年小僧みたいな雰囲気にはなりますけども、こう荷物が多いお父さんとかいいかもしれないですね。子供の荷物がね、子供がなんか大事にしてるなんかこうわっきわからんちっちゃいフィギュアみたいな持っててね、そういうのをお出かけの時も持っていくとか言い出すんですよ。もうええでっていうね、まあまあ持っていきたいな持っていきって言って、途中でアイスクリーム食べたいって言い出したら、それポイって掘ってってね、アイスクリーム走っていくんですよ。おいおいおいって言ったら、これどうすんのって言ったら、まあここにちょっと
入れとこうか言ってね、入れといたりもできるし、リップとか入れといたりもできるので、まあ、僕釣りしないで釣りトークはなしなのでね、次に行きたいなと思います。で次がですね、このパタゴニアのバギーズショーツにそっくりなんやけども、実は LL ビーンっていうブランドからも出てるショーツがあるんですよ。へえ、そんなんあるんやと。まあだから違いは何ですかって言われたら、ロゴが違うぐらいに思っておいてください。っていうのも中身の仕様とかもほぼほぼ一緒なんですよ。こういうメッシュっていうのが入ってて、この後で紹介しますけど、バギーズショーツの方にも中のメッシュが入ってるので、下着なしでね、海パンとして使えるっていうような仕様になってるんですけど、もう全く一緒ですね。一回履いてみましょう。こちらはですね、サイズ S サイズで着用してます。サイズ的には全然ちっちゃいとかっていうこともないし、大きくもないし、まあ、ちょうどいいかなと思うんですけども、まあ、水陸両用で使えるのはもちろんいいことなんですが、水陸両用系って何がデメリットなのかというと、これだけじゃないですけど、全部これからパタゴニアもそうなんやけど、水陸両用系は基本的に伸びないんですよ。なんでかというと、水の中で伸びたらもうビヨンビヨン伸びてこうずれてきますよね。だから基本的には伸びないと思ってください。で逆に水陸両用じゃないものっていうのは、ストレッチが効いてたりするものも多かったりするので、まあ、どこで使うかっていうのを用途考えてもらって、ね、あ、濡れることあるなとかね、あ、お子さんと一緒にプールも行くなとかね、もう気が面倒くさい、このまま帰ったらいいとかってなるんやったら、これめっちゃ便利、こういう系の水陸両用系は。ただ足こう広げようと思ったりした時に、ちょっとこうなんで引っかかりが若干ある、まあ、そういうのをパターンっていうか仕様で変えてるんです。仕様でちょっと太めにすることによって可動域を増やそうとかっていうのも考えられてはいてるんですけども、やっぱストレッチほどの快適性はないということなんで、まあ、それどこを取るかですよ。綺麗な嫁さんもらったら、もしかしたら料理はせんかもしれない。だけどちょっと、まあ、言い方悪いけど、まあ、カモンってなるけども、めちゃくちゃ料理うまい嫁さんやったら一生これから楽しいかもしれない。まあどっちを取っていくかっていうことでね、それは皆さんに任せます。あなたに任せますけども、僕はどっちがいいとかも言うてませんけどもね、そういうふうに選んでいただけたら、まあ、結局奥さんっていうのは10年も20年も経ったら化けの皮が剥がれてきます。猫かぶってたんで嘘かのように別人になりますので、いずれ変わるもん、どっちも変わるんやけど、変わった上でも許せる方どっちかなっていうことでね、考えていただくっていう、全然話が変わりましたけども、まあ、ショーツの話ということになってました。では最後ね、バギーズショーツザーッと履いていきたいなと思います。バギーズショーツとロングがあるんですよ。でロングの方は少し長い、今ぐらい感じかな。だからこれちょっとバギーズロングといいかもしれない、同じような感じなんだけど、ロングを履いていきましょう。でね、ここから皆さんに見ていただきたいところは何かというと、バギーズ系って見てもらったら分かる通りカラーが豊富なんですよ。だからどれが一番自分に似合うカラーなんかっていうところで見ていくと面白いんですけど、まあ、僕の場合っていうのは完全に色の彩度が高いです。だから絵の具でいうところの原色っていうかな、が得意なんですよね。で逆に白色を混ぜてちょっと薄くなるような、後で紹介しますけども、こういう青は得意なんですけど、こういう青はちょっと苦手なんですよ。薄くなっちゃうんですよ、肌色とあんま合わないんで、まあ、そんなのを見ていけば面白いかなと。まあこれバギーズロングの S サイズです。でまあ一番黒いからベーシックなんやけど、せっかく色あるんやったら自分に似合う色絶対あるんですよ。だからその絶対あるんやから、それを使っていくっていうのもいいやろし、僕の場合も完全オレンジとか黄色とかこの柄あたりは自分がドンピシャの色なんで、自分が好きな色とかじゃなくて自分が似合う色なんで、まあ後で見ていただくんですけども、これがバギーズロングの XS サイズですね。で次は S サイズ、ワンサイズ上げましょう。はい、とまあこのようにこんな感じですね。先ほど言ったみたいに、僕の場合は完全に色が原色の方が似合うんですよ。絵の具の元の色が似合うから、これってちょっと薄なってますよね。色味がちょっと薄く淡くなっちゃってるから、それがちょっと僕苦手なんで、柄は得意なんですけど、ちょっと色味がもうちょっと濃ければより似合うんじゃないかなっていう、まあ自分でもあるんですけど、まあだから似合ってないと思ってますこれはね。だからちょっと色味が薄くなってるから、あ、ちょっと苦手な色やなって思いながら履いてるんですけど、これが S サイズです。サイズ感的にはまあ S がちょうどかなと。で次もね、同じくバギーズロングの S サイズなんですけど、まあこれに関してはですね、基本的にはまあ僕はそんなに苦手な色じゃないので全然いけるんですけど、人によったらこういうくすんだ色ってめちゃくちゃおじん臭くなるんですよ。めっちゃ老けて見えたりするので、まあ、それは人によって何が得意か苦手かってあるんですけど、ちなみにこれは秋の色なんですね。オータムっていう人なんですけど、まあ今バーズと言ってますけども、僕も秋やし、それ以外にやったら天下の木村拓哉さんも秋なんで、まあ、この色味は全然苦手じゃないと思います。だから年いってこういうの履いても老けないっていうか、それ相応にこう馴染んでくるんですけど、似合わない人が来ちゃうと30代とかでもこれ履いた瞬間おじいみたいになるんですよ。だからまあその辺はね、まあ、似合う色であるんですけど、そういったことでバギーズロングが今履いたかな。で次ショーツババーって履いていきたいなと思います。ではまず XS サイズからね履いていきますね。4色いきます。ちょっと XS サイズはきついですね。これネイビーで履かせていただきました。まあこんな感じですよね。ちょっと短いね。で次はグレーですね。はい、こんな感じですね。まあグレーやったらこんな感じな。意外とね、日焼けしたら何でもいけると思ってる人はいけるんやけど、全然そうじゃないんですよ。日焼けしても無理な色は無理なんで、僕もこの辺苦手ではないけど、特にインパクトもないですよね。似合ってる色って 1.5 割増しぐらい見えるんですよ。めちゃくちゃよく見えるけど、まあ普通の色って普通、あ、
グレー履いてるなくらいな感じなんで、別にこれ似合ってないと思うんですけど、まあ、それだったらまだこっちの方が似合うかなとは、まあ、こんな感じでね。あ、これもちょっと微妙ですね。ちょっと浮いてるな。だけどまあまあさっきよりはね、まだマシなってきたんちゃうかなっていうことで、次は紫ですね。紫もこれ得意です、僕は。はい、こんな感じですね。まあ苦手な人とかやったら紫やっちゃうと、なんか色が白く見えたりするんですよ。肌色が白く見えちゃったりとか、肌がちょっと不健康に見えたりするんですけど、まあ、僕はそんなに苦手な色ではないんですけども、そんな感じで次は S サイズ履いていきましょう。まあまずちょっと得意な色からいきましょうか。まあちょっとね、白っぽくはなってるんやけど、オレンジ自体が苦手な色じゃないんで、全然まあこの辺もいけるかなと思いますね。で次は黄色いきましょう。黄色もね、全然いける色ですね。でね、これ見とったらね、じゃあ俺もオレンジいってみようと思う人もいてるかもしれないけど、ほんまに人によってちゃうんですよ。だからパーソナルカラーっていうぐらいから、人のあれによって全然ちゃうんやけど、僕のね、行ってるジムにね、全く僕が買ったものと同じもの買うってはる視聴者さんの方いらっしゃるんですよ。では拓造さんって言われたんやけど、その人もね、パッと見ただけで分かったけど、僕と同じなんですよ、パーソナルカラー。だからオーダムやから、秋やから、僕と同じ服、僕が似合う服を買っていけばあなたも似合いますっていう状態なんですよ。同じ人はいいけども、まあ、同じじゃない人は厳しいですね。で本人は無意識のうちにね、秋って知らんと、まあ、僕と同じやつ買ってたんですよ。レトロ X の紫とか、あとヌプシの鴨柄とか、あとレトロベストのブラウンとかっていうのね、あれ僕の得意な色なんやけども、それは本人も分からずにたまたま僕の真似してたらぴったりハマってたっていうことで、めっちゃ似合ってますよと、顔の色とぴったり合ってますわって言ったら、ほんまですかって、頑張ってきますって言って頑張ってはったけど、まあこれ S サイズね。で次ブルーですね。まあこの辺ぐらいからちょっと苦手な色になってきますけど、まあ無理ではないでしょう。まあこんな感じですね。まあさっきの確かにオレンジの方が、1.5 ありますというか、まあ、似合ってないことはないから、まあ1かなみたいな。1が標準やったら1やなみたいな。0.5 とかっていう言葉ではないけども、まあまあまあ普通にしか見えへん。別に良くも悪くもないっていうか。で次柄ですね。はい、まあこんな得意な感じですね。柄がまあそんな苦手じゃないんで、まあ、全然いけるような感じだと思います。で特に入ってる色もオレンジとか黄色とか、青とか結構濃いめの色が入ってるので、まあ、得意な色みたいですけど、こんな感じですね。そして次セパレートみたいなですね。これ確かに今年出なかったですね。2022年に出たんやけど、2023年は多分出てないんちゃうかな。はい、まあこんな感じです。まあこれは好きな人は好きなんかもしれんけど、僕あんま好きじゃないけどね。それであと残り3ついきましょう。どうでしょうか。僕はね、ブルーもちょっと苦手な色味なんですよ。だからまあ変ではないと思うけど、そんな良くもないっていう感じのね、ブルーです。この薄いブルーですね。それがまあ苦手な感じなんですよ。ちょっとまあぼやーっとしますよね。ぼやーっとしてるんやけど、まあ顔が引き締まってこないっていうか、ギュッて引き締まってこないんですけど、さっきの多分こういうやつとかこの辺りとかの方がね、より良かったかなと思うんですけど、ちょっとぼやーっとしますね。そして最後は同じく柄なんですけども、これもちょっと水色がベースなんで、ちょっと僕にはあんまり合わないんですけど、こういった形ですね。ちなみに面白いもんでね、僕弟いてるんだけど、弟はね、僕が最も苦手なこの色得意なんですよ。だから同じ兄弟でも色って全然違うくて、自分がどこにおるかでね、どう見せるかとか、何色を買えばいいかっていうのが分かってくるんでね、もし気になる方はですね、パーソナル診断も資格もしっかり取ってますので、そういうのもさせていただきますのでね、下の方からまた見ていただければなと思います。最後がですね、こちらですね、ちょっと紹介するの忘れてました。これがですね、デニムと和紙が融合されたやつよね。素晴らしい、なんか軽い商品が出てるんですよ。これ和紙作ったやつじゃないけど、で和紙作ったやつなんですけど、こうバギーズショーツよりもね、少し長めにちょっと設定したんですけど、ロングほど長くないっていう。一度履いてみましょう。これどういう意図で作ったかというとね、これジーパンを育てるような感じで育ててほしいなと思って、夏にジーパンって暑くて履かないじゃないですか。やけどこれほんまに、例えばデニムやから、岡山で染めたデニムなんですよ。で横が和紙、和の紙ね、和紙なんですけど、それやから消臭効果とかもあるので、匂いとかもつきづらいし、でさらに軽いっていうところがあって、通気性もいいんですよね。で水陸両用で作ったんで、まあ気になる方は見てほしいなっていうのと、あともう一個ね、こだわって作ったとこ、ポケットの裏っか。これなんでかっていうと、ここにね、鍵入れるでしょ。ここメッシュ使われたら鍵引っかかるんですよ、いつも僕。だからそれ嫌やから、メッシュ素材を使わずに、こう鍵が引っかからないような生地を採用したということで、ここもかなりこだわってね、生地選びをさせていただいたということで、ね、最後ちょっと掘り込ませていただきました。ということで本日はですね、自分が持っているバギーズショーツじゃなくてショーツね、全部紹介してみたということなんですけど、まだ紹介しない部分実はあったりするので、だいたい紹介したいということでしておいてください。ということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。拓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて、限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。